嘘マジで嘘この見方なんだよ。生にやられるか見た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 。はい、どうも長谷川ゼミのラウンド30です。今日はね、岸和田競輪場に来ております。メインレース、もちろん五条選手にかけます。僕が今日は金持ちなでかい姿を見てください。どうぞ。イエーイ。はい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 。これね、買い方がね、僕いつも自分の誕生日で買うとか、なんか好きな数字で買うとかが多いですよ。例えば僕12月16日なんで1、2、6、3連単で買います。ただこれは多分来ない可能性が圧倒的に高いので100円でね。そういう当たったことあるんですか？これ1回だけ当たったんですよ。だからボートレースで126誕生日買って大穴当たったんですよ。そっから126しか買えなくなってちなみにギャンブルの才覚はあるんですか？ないですね。ギャンブルマジで競馬とか昔やったことだったけど、ギャンブルの才能マジないんですよ。9めっちゃ丸ついてますね。だから分からへんから、この丸ついてるので見るしかない。一休さん、一休さんでいきます。一休さん、いやもうそんなんなんですよ、買い方って。だって素人じゃないですか。こんなレースを読むとか無理なんで。さあレースが始まります。私が買った保険をもう一度こう保険を確認しておきましょう。まず誕生日の126、そして139ですね。さあ今から、はい来た、アデッシュ。焦げた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 、うわうわ最悪、うわ焦げた、痛い。はい、分かりました。674、もう6しか当たってないわ。これむずいっすね。買いました。勝った人2人落車しました。今日はね、バンドメンバーのね、達也さんと一緒にね、2人こけました。はい。これは3人かけ2人こけた。こけた人当てるんやったら、それ相当合わないから、ね。そうですね。いや、やっぱ当たらんすね。うわ、1万円。192。369。どうしようかな。小翔さん全通りでいったんですか？小翔さんと一着、小翔さんの全通り全通り。ああ、はい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 。流しですね。一着だけ決めといて。そう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 。さあ、レンタ全取りで買ったら56組いるから、100円でも5600円います。わお、ただ5600円以上返ってくる可能性があるからね。そしたんですから、それいきましょうか、はい、最後大勝負ですね。はい、5600円。まあまあ大した額じゃないです。100円じゃなくて1万円でいきますか、はい、なんでですか。やばいっす、56万円でしょ。計算早い。俺が小翔さんともし付き合ってたらしますよ。1000円はいくんですか。1000円、5万6000円でしょ。いかないっす。いや、世界チャンピオンですよ。いやいやいや、それかけて、YouTube でその分戻ってくるんやったらいいけど、これがもうどこまで化けるかわからんかったよ。まあね、小翔さんが1位になってこそ、もうなんぼやからね。
これ勝負ですよ、まあ、今までお遊びですからね、これに勝たないと意味がない。まあ小翔さんを入れたボックスと、まあ、小翔さんを1着に置いた全通りということでね、だから小翔さんが1着にならない限り この、チケット自体は何の意味もない、要はもう小翔さん命の買い方です。だからね、今日は彼と対談させていただいて、彼のこう気合も僕は感じたので、小翔さんに全てをかけたいと思います。ヒューヒュー、小翔今日はもう全部3連覆、今日は彼一点張り、彼は小翔推しね男、根性を見せろ、過剰に振る舞え、気丈に勝つ小翔ということで、もう負けすぎておかしなってますね。さあメインレースです。今日はこれのためだけに来たようなものです。今まで散々負けてきましたけど、このレースを勝てば全てが報われます。なんといっても一着白、小翔さんが優勝すること、うん、白、なんせこの方が一着にくれば勝ち確定です。岸和田のスター、ここ地元で、まあ、プレッシャーもありますけどね、何度か優勝してほしいな、これに勝ったらすごいからな、いつかというか巻き込まれてほしいです。お金をかけられるアスリートって結構プレッシャーですね。いや、まあそうですね、ボクシングはね、まあ、そういう影がないからね、いいですけど、でも盛り上がりはありますからね。長い7番で出てきて、レースが動いてきました。来た、レース動いてきますよ。小翔さん一番後ろです。今ね、今こっからクワーってきますから、うまくてもだな、これ。いや、もういつもやられるよ。7にやられるか。痛い。痛むか。勝ちました。何を違うだね。うわ、おめでとう。交渉選手、おめでとう。そんな出ない人は100円やから、まあ、じゃあ一応当たったんでいきますね。でもね、金額自体は大して買ってないんで、ではちょっと入れますね。さあいくらになるでしょうか。嘘マジで嘘結構100円ですよ。いくらですか。9万1000円、9万2000円。9万2000円勝ちました。ありがとうございます。100円ですわ、かけた金額自体は。うわー、お嬢様、お嬢様ですよ。わあ、ありがとうございます。わあ、嬉しい。いやー、まあ小翔さんが、小翔選手が1位になるだけで十分やったんですけど、9万2000円とかだ、8万5000円ぐらい勝ってますよ。結果的にだからトータルしても余裕で勝ちです。焼肉行きましょう。その代わり食べ放題。いらっしゃい。
チャンネル登録よろしくお願いします。